こんにちは。日焼けでめちゃくちゃ苦しがっているサトチンです。今回狙うのはこちら、取れるんです。妖怪ウォッチの必殺技フィギュア2です。このフィギュア2にはブーシニアンがラインナップされていて、ものすごく欲しい。というわけで狙っていきましょう。奥行きましょう。で、学生以来ですかね、日焼けが本当に痛くて、本当に夢で見ちゃうぐらい痛いですね。おっと、ちゃんとね、日焼けをした後はケアしたものがいいですね。何もケアしなかったので今すごい痛いんです。2回目行ってみましょう。何回で取れるのか。お尻をね、引っ掛けて前に出す感じで、ちょっと真ん中過ぎちゃったかな。はあ、コマジローと比べると2センチぐらい進みましたね。それでは3回目行ってみましょう。お尻をかき出す感じでお願いします。あとは弾いちゃって、お、いい感じいい感じ。ああいうアクション好きですよ。困った時の UFO キャッチャー、参りましょう。奥行きます。ストップ。どうでしょうか。横は OK ですね、ギリで。奥、これが重要、ここが重要。あー下がった。いい感じだと思います。横、前に来い。せいや、後ろ目にやってドン。ちょっと後ろすぎちゃったかな。あ、引っかかって、お願いお願い、引っかかってスルー。お尻をドン。取れるんです、取れないんです。このタイプは本当に難しいと思いますね。むむ、初期位置に戻りましたね。しかも立ってる。奥行きます。 お尻をほっ。もうね、アームでガッとやってみましょう。どういうアクションが起きるのか。ほら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 、何にも起きないんかーい。ボツ動画になるやつ。ちょっと倒れてくれないかな。倒れろ、倒れてちょんまげ。むむ。さあ、これはセンターですね、ど真ん中。横から見てどうなる。おう完全にやっちまいましたね。手前に倒れてくれれば嬉しかったんですけど、後ろに倒れましたね。取れないんです。よし、いい感じ。おおもてあそばれてますね、もてあそばれてる。はあ、これで10回は終わったかな。10回。横行きます。横行きます。奥行きます。ほい、これでどうでしょう。お尻を引っ掛ける感じで、いいねいいねいいね。これでどうだ。お尻を引っ掛ける感じで、はい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 。さあ、カモン。よいしょ、ちょっと真ん中過ぎちゃったかな。お願いお願いお願い。よし、ちょっと奥行ってる。おおおおお、取れたと思った。さあ、これはいい感じでしょう。スッとスッと、横から見たらあとちょっと。これがラストだ。いきます。ちょっと後ろ行き過ぎちゃった気持ちもあるけど、このぐらいがちょうどいい。スッと。もう何回やってるんだろう。もう15回ぐらいやったのかな。これで最後決めましょう。スタート。ラスティー。これで決める。よし、取れるかな、取れるかな。スッ、バンって押したらね、落ちそうだけどね、
画面越しなんで落ちないっすよね。ほいほいって、落ちて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 落ちないんかーい。ルネッサンス、やばい、落ち着け。もう20回ぐらいやってると2000円ぐらい使ってる。まずい。ちょっと後ろめにやって、これは言ったでしょ、取れるんです。横から見よう、落ちる瞬間を。あざす、ありがとうございます、ありがとうございます。いやー取れた。いやー長かったっす。見事ね、ブシニアンを取れたという回でした。最後まで見ていただきありがとうございました。それでは皆さん、また会いましょう。さようなら。